どうも、いっそぎです今日は「点数が上が上らないい人バージョン1っててう話をしてきますね、えーまあ、トイップの受講生はこれまで結構見てきたんですけども、まあ、メルマガの数もね結構な人数あの僕の見てくれてていろんな方とこうコンタクト取ってるんですけども、まあ、全員には返事できてないんですけども、まあ、そういう方の傾向を見てるとやっぱりね、まあ、購入者を含めてあ実際にスコア伸びる人と伸びない人ってやっぱ明確なんですよね。でそれっていうのは実際に勉強 スタートしてからとか購入してから、えー、それがね、垣い見るっていうことじゃなくて、そのもう、なんだろう、勉強始める前から、僕の受講生になる前からもそういう傾向が出てるんですよね。で、実際に購入した後も、あるいはメルマガ読者になった後も、あるいはトイッの勉強した後も、やっぱね、伸びていかないって人たちに共通項があってで、それをね、今日4パターン紹介します。のうちの2つですね、1つは。あー、今回のは。いきますね。まず、サブタイトルなんですけども、 一つ目は、えー、何々だけどトイック何点超えられますかっていう人はトイックの点数は上がらないんですよ。でもう一人はトイック700を目指してる人たち。こういうグループも伸びないですね。だからね、これをね、反面教師としてそうしないようにすれば、まあ、トイックの点数は伸びていくんですけどっていう感じで見ててください。まず、制約プラススコアプラスできますかって聞いてくる。こういうメールが一番多いんですよ。大体ね、8割から9割このメールなんですよ。こういう、こうこうこういう条件の僕でもできますかみたいなね。 例えば、経済学部の学生ですが、t o e i c 700を超えられますかって。まあ僕からすると、なんで経済学部の学生ですがって、そういうのを入れるのかはわかんないですよ。経済学部の学生って英語使ってないんですかね。か僕わかんないですよね。この意味が。あるいは試験まで2ヶ月しかないのですが、TOEIC を超えられますかっての、これもあんま意味わかんなくって、試験は毎月毎月あるから、その、 まああ期限があるのは当たり前ですよねだからそこから逆算すると残り何ヶ月とかっていうのは分かるけどでもなぜわざわざそれを言う必出あるのか僕に試験まで2ヶ月しかないのですが多分それをあのディサードバンテージだと思っているんですよね。<laughs> 主婦で時間がないのですがトイ800超えられますかとか <laughs> まあそんな僕分かんないですわ正直な話。でこういうふうな質問する人はあのね 次の質問もまた同じような質問なんですよ。こうこうなんですけど、できると思いますかねとかね。すっごい他力本願で、ほんと他人にね、こう寄りかかっとる感じで、で、ね、やっぱこう同じような質問ばっかりしてくるけど、そんなのよりも、その、なんての、で、その質問の意図はね、簡単で僕にできるって言ってほしいだけなんですよ。それだけですよね。それは、ちょっとね、時間の無駄かなと。で、経済学部の学生ですが、とか言ってる時点でやっぱりね、 その自分が不利,な不利な状況にいるってことをなんかね自覚しているようななんか追認しているような感じなんですけどはっきり言って主婦関係ないし主婦でもどんどん点数上がってる人もおるし、ね、僕の受講生の方の一人は今もうなんだろう60超えてますからね主婦っていうかもうあれですよね <laughs> まあいいやで試験2ヶ月生までしかないとか大体みんな2ヶ月しかないですよ23ヶ月しかないですよというよな勉強期間でそんなもんで OK ですから。 で、経済学部にかかわらず僕は法学部で取ったし、うん、英文科以外の人の方が点数取ってますね僕の受講生の中ではまあそんな感じで制約はクリエーションの母体っていう言葉があるんですけどもどういう意味かっていうと僕からするとね忙しい人こそうまくいくんですよ僕みたいにこう無限に時間ある人は僕ほんと無限に時間あるんですよね本当にニートだからそうすると暇すぎて毎日が 毎日ががが暇すすぎてその仕事の質がもう激下がりなんですよね今ねだからね僕みたいにならないためにも忙しくすすべきなんですよねあ,のある実験があってその理想となる資本が1,000万円だとつまり1,000万円さえあれば必ず成功するっていう、まあ、プランが出来上がってるんですってで,でね A チームは初期資本が800万円つまり理,理想資本よりも200万円少ないんですよねで B チームは初期資本1200万円で 理想資本よよりも200万円多いんですよつまり成功できるんですよでもうまくいったのは A なんですよねそれのなぜかっていうと A の方はないお金をどうやりくりしようかって考えた結果その制約がねクリエーションえっとクリエイティビティですねその創造的になったクリエイティブになったんですよ B チームの方は1200万円あ200万円,あ200万円余,分あ余分にあるぜって思ったことによって心が緩むっていうかクリエイティビティが発揮されなかったんですよね だからね、僕から言うと、忙しい人こそ、どうすればいいのかって考えるから、もうね、脳って結構やばくて、忙しいとかどうしようって思った瞬間に、解決策をね、その日じゃなくても、朝起きたらとか寝てる最中とかに考えてくれるんですよね。やばくないっすか激ヤバですよね。だから、その、私は何々だからっていう、その制約をね、ネガティブに捉えるんじゃなくて、制約を味方につける発想が、 重要ななのかなって僕は思います、ね、で僕からやしまうと教育受験生の身分って大体が言い分なんですよ就職活動生であったりだって韓国と日本人韓国人と日本人が9割以上教育の試験を占めてるわけですからでね隣の韓国を見てみるとなぜ教育を受けるかってその LG とかサムスンとかに入るためでしょ一緒じゃないですか僕たちも理由いい就職先探したいとか。 じゃあもうみんなね、状忙しいんですよ。みんな就活真っ最中なんですよね。うん、だからそれをね自分のその境遇っていうか自分が持っているその制約をネガティブに捉えるかポジティブに捉えるかっていうだけの差なんですよね。点数伸びる伸びないっていうのは。自分はどっちに属してますかあなたはどっちに属してますかってとこですよね。あとねト o イック700を目指している人たちも伸びないんですよ。うんこれはこれにつきますね。ちょっと目標が低いかなって。 3か月時間ある人は最低やっぱねトイック800ぐらいは目指してもいいのかなって1か月しかないって言ったとしても800目指してほしいっていうのは本音ですねそんなに800900って高い点数じゃないんででねかなり暴露話するとこれ自分の経験則をもとに話すとトイック400の人がとか言うのら、これ僕がって話なんですけど700まではテクニックだけで OK なんですよね 僕、トーク400から785点まで2週間しかかからなかったですから。うん。それはもうテクニックだけでいったんですよね。まあ、進行式問題集その2週間で日本で一番解いたのは僕だって自覚してるんですけど、それでもね、やっぱりね、その2週間で伸びるものって英語力じゃないですよ。それはやっぱりテクニックとか、進行式問題集の慣れとかですよ。うん。英語力の伸びが0でも可能なんですよね。400ぐらいの人は700いくなんて。 だから、トイック700を目標とするっていうのは、実はそれ、英語力を伸ばしたいですっていう発言じゃなくて、なんかね、トイック力を伸ばしたいとか、そんなイメージなんですよね、僕からすると。でね、トイック800まではリスニングだけで OK なんですよ。どういうことかっていうと、リーディングの勉強はゼロでも OK なんですね。僕はトイック785取ってから840取るまでに2ヶ月ぐらいかかったんですけども、その間やったのはリスニングだけですね。うん、リーディングやる時間なかったんで。 でもそれでも840行ったんですよね。リーディングの対策ゼロですよ。パート5、6、7の対策ゼロですよ。じゃあ、TOEIC 契約まではっていうと、TOEIC 契約となるとやっぱり措置となる英語力が必要なんですよね。だから、TOEIC のやりますって言った時にね、その意味はね、一つはわかるんですよ。試験の点数が欲しいですっていう意味がね。でもう一つの方は、やっぱりね英語力を伸ばしたいという気持ちがあると思うんですよね。 やっぱそう思うんであれば、最初からトイック最低でも800。リスニング力が必要になってくる800。あるいは英語力全体の伸びが必要になってくる900ってところを目指してほしいですね。目標点数が低かったらやっぱり目標より超えることはできないんでね。目標を超えることってできないじゃないですか。目標に到達することはできるかもしれないけど、目標、こう、蓋開いてみたら、目標を超えてましたってことはめったりないですよね。 ということで、えー、まあもっともっと僕の話してみたいってことは、知りたいって方は、英語通信講座で検索してくれると多分2にいますね。で、thisisenglish.jp、これが URL です。覚えやすいでしょで、復習 PDF、MP3 のパスワードを発行したい人は、まあ YouTube なら下のディスクリプションから、あるいは、まあ上記サイトからパスワードを発行してくれればいいのかなと思ってますね。留学生と一緒に作ったトイックの無料、e、ebook も用意してあるんで、撮ってってください。えー、石崎力也がお送りしました。どうもありがとうございました。